美味しいです私は朝起きてまず白湯を飲みますで、あとは結構運動をするので、自分で走ったりとか筋トレをした後はもう冷たいお水をもうぐぐっと飲んでます。今ステージ上にはそのプレミアムウォーターのサーバーご用意していますので、実際にこの場でご普段通りに飲んでいただいてもいいでしょうか。美味しいです。すごい緊張してたんで、すっごい喉カラカラだったので、もう最高のタイミングです。ありがとうございます縄跳びです。最近また体作りを再開し始めて、結構トレーニングしてるんですけど、その中でもやっぱ縄跳びすごい手軽に全身運動ができてすごくよくて、中学生の頃や小学生の頃を思い出しながら二重跳びを連続でやったりとかしてたら、すごく縄跳びにはまっちゃって、今ちょっと三重跳びもできるようになりたいなって言って練習しながら、ちょっとナンバーワンを目指していこうかなと思ってます。